服部綾り服部綾はから1914年4月1日は日本の牧師、教育者、政治家である。1863年駿河国沼津城下に生まれた。明治維新により、1868年沼津藩が和ズ国市原軍菊間に違法されたので菊間に移住する。1873年10歳の時に横浜で留学し、 J.C. ヘボンに書生として住み込み、ヘボン塾で英語を学んだ。ヘボンより訓導を受け、キリスト教信仰を持つ。1874年に、ヘンリー・ルーミス宣教師より洗礼を受ける。1880年築地大学校の創立時に、転入する。1882年築地大学校卒業後に、大学校の幹事になる。1883年東京一新学校に、 入学する。そして5月に第3回全国キリスト教神と大神木会に幹事として加わる。1884年に東京一神学校を卒業する。1886年米国のプリンストン神学校に入学する。1892年プリンストンを卒業して帰国する。1892年にアンシュレーを受けて 日本メソジスト協会の東京牛込協会の牧師になる。1894年牧師を辞任し、富山県立中学校の教師になる。1896年に同校の校長になる。1897年に岡山県立岡山中学校の校長になる。1902年3月に教師を辞職し、渡米し、ワシントン州シアトルの古屋商店に入る。 1907年帰国する。1908年の第10回衆議院議員総選挙に岡山県より立候補して当選し、国民党に入党する。次回総選挙では立候補を見送り、性格として、政界の革新と国民党勢力の拡張に尽力する。1913年5月国民党より推薦されて、江原ソロクと共に、 米国カリフォルニア州の排日移民問題解決に尽力する。帰国直前にサンフランシスコのホテルで脳一血で死去する。米国のサンマテオの日本人墓地に埋葬された。ありがとうございます。